人と鳥たちの信頼から生まれる迫力のパフォーマンス。鳥のエキスパート鷹匠の技がそこにありました。花と鳥のテーマパーク神戸花鳥園、快適で美しい園内では満開の花が咲き誇り、世界の珍しい鳥たちと出会うことができます。多くの人が訪れるこの施設で人気を集めているのがバードショー。低空を這うように飛ぶハリスホークの美しい姿は観客を魅了します。このショーでプロの鷹匠として活躍するイギリス人のギャリー・ダイヤーさん、昨年神戸へやってきました。鷹匠とは鷹狩りのために鷹を飼いならし操る人のこと。小さい頃から鳥が好きだったというギャリーさんは、高校生の時からイギリスでキャリアを積み、鷹だけでなく様々な鳥たちと向き合ってきたエキスパート。母国ではショーの他にもコマーシャルなどの撮影に協力したり、鷹によるハンティングも行っていたそうです。日本では2005年から本格的に生活を始めました。多分毎日仕事違う、全部鳥自分の性格あるから毎日仕事違う、それ楽しい。お腹を空かせた鳥に餌を見せると飛んでくることを利用して行われる調教。シンプルなようですが、経験と知識、そして鳥たちとの信頼が必要になります。例えば今日餌ちょっとだけ追い上げる、明日ショー出ない、上へ行く戻りませんとか、全部体重餌関係ある、何でも天気関係あるとか、寒いの日朝倍ぐらい食べる、この中エアコンついてるついてない、それも関係ある。鳥の性質を考慮した付き合いが必要になる鷹匠の仕事。例えばこのラナーハヤブサでは、この種類結構神経質、アイマスク使う、全然見えない。ショーの前に興奮したり怯えさせないため、移動するときなどはアイマスクをかけます。タカとかそんなに神経質ない、アイマスク使うの。自在に鳥の動きを操る技術の高さや、ステージだけではなく客席の上も飛行させるなど、ギャリーさんが来たことでより臨場感あふれるパフォーマンスが楽しめるようになったバードショー。共に働く仲間からは、ショーはもうすごくかっこいいんですけど、普段はめっちゃお茶目というか、本当面白い方ですね。鳥の体調崩れた時とかでもいち早く気づいてくださる、そういうところはやっぱりよく、今までいろんな鳥を見てきて、ここでもちゃんと対応できるんだなと。やっぱ技術もすごい持っておられる方なので、そういう面もだし、やっぱりいつも元気っていうのはなかなかできないことだと思うので、そこも尊敬してます。花鳥園に欠かせない存在となったギャリーさん、神戸の街の印象はいかがですか？神戸すごい住みやすい、何でもある、海も好き、海近い、多分イギリスより住みやすい。今これからいろんな他の通り来る、いろんなショーできる、多分ワシとか来るかもしれない、それ楽しみ。これからも進化を続ける鷹匠ギャリーさんのステージ、ますます目が離せません。